寿命。寿命とは、命がある間の長さのことであり、生まれてから死ぬまでの時間のことである。転じて、工業製品が使用できる期間、あるいは様々な物質、物体の発生、出現から消滅、解までの時間などを言うこともある。一般には、人間が生まれてから死ぬまでの時間のことを寿命という。この長さには、非常に、個人差があり。 生まれて、すぐ死ぬ人間もいれば、百年以上生きる人間もいる。しかし、あまりに短い場合、大抵は事故であったり、病気であったりと不本意な理由があるから、あれさえなければもっと生きていたろうにというふうに考える、ものである。したがって、人間は特に問題がなければ、老人になって衰えて死ぬものだとの考えから、老衰で死ぬことを寿命ということが多い。百歳の人が死ねば、 大抵は、寿命だからねと言われる。言葉としては、寿命が短いことを、短命、短命、短命、長いことを、長命、長命、長命という。もちろん相対的な概念であり、絶対的な区別はない。短命に終わることを、溶接という。生物学における寿命には二つの考え方がある。例えば、アユを海水で育てると2年以上生き延びる。 ことが知られている。そこで、アユの寿命は、実は2年くらい、というのは確かに正しいのであるが、実際の河川では、アユはほぼ全て1年で死ぬ。一年草も、自然条件では1年で開花、結実故死するが、開花条件を満たさなければ何年も生きるものが多い。つまり、アユや一年草の寿命は1年とも、2年、もしくはそれ以上とも言うことができる。 そこで、条件を整えてやった場合に実現する寿命を、生理的寿命を。その生物が実際に生活している場で見られる寿命を、生態的寿命として区別する。我々の見る一般的な動物の個体は老化して死に、人間と同じように生理的、生態的寿命を考えることができる。ただし、生物界全体を見渡した場合、生理的寿命があるものはむしろ少数派である。 属する種の過半数に生理的寿命があるものは動物だけと言ってよく動物の中でも海面動物、校長動物や変形動物では生理的寿命は認められていないものが多数を占める一般に単細胞生物には寿命の概念がないただし例外的に専門中ゾウリムシの仲間では分裂後の隔離を繰り返して自家生殖、接合を行わせないと 細胞分裂ができなくなる現象が起こる。パン工母にも同様の現象がある。同じく動物の一部種、おそらくは、脊椎動物の正常な体細胞では、一定回数以上分裂できない現象がある。これらの動物体細胞では、細胞分裂時に短くなる染色体上のテロメアと呼ばれる配列を延長できず、ある程度以上テロメアが短くなれば分裂できなくなる。これを動物では、 ヘイフリック限界といい、生理的寿命の原因ではないかとされている。よく誤解されるが原核細胞、細菌、小細菌、多くの動物以外の真核細胞及び、動物の生殖細胞や眼細胞、動物でも、海面動物、高腸動物や変形動物の細胞ではこの、ヘイフリック限界のような現象は認められず、無限に分裂できる。もちろん、これらの分類群の中にも、 蒸気の専門虫や酵母のように明確に列回数が有限であるものも存在する。ゾウリムシでも質が酵母でもテロメアは分裂回数の限界には関わってないことが示されているが、動物の老化時と共通した遺伝子発現もあり、分裂回数の有限性は動物の体細胞とは独立に獲得された似た現象であるのか、もともと共通した現象であるのかは現段階では、 不明である。人の細胞の分裂限界、PDL、ポピレーションダブリングレベル、イコールヘイフリック限界は50で、最大寿命は約120年、ウサギでは PDL20 で、最大寿命は約10年、ラットでは PDL15 で、最大寿命は約3年で、PDL と最大寿命とが直線的な関係が見られる。 動物などにおける寿命の進化要因は現在、論争中で、十分に説得力のある仮説はない。しかし、以下の仮説がある。議論する上で、よく有性生殖の意義との混同が起きるが、全く別のものである。有性生殖、またはそれにあたる、遺伝子交換は、多くの生物で認められ、深刻生物では認められないものの方が少数である。点も、寿命とは異なる。 脊椎動物全般では心拍数によって決まるという説もある。これは心拍数に上限があり、その上限が哺乳類は20億回で、それに達すると寿命だという。ただ、この値は指数関数的な概数であり厳密に当てはまるものではない。例えば1分間の脈拍60から80回程度の人間、人を当てはめると45から65年程度の 寿命になる。生物の中には、その生活史の中に非常に不活発で、生理作用も低レベルとなった状態である程度の時間を過ごす例がある。それを休眠というが、往々にして、環境条件の悪化を耐え忍ぶために現れる。これは、生活感の中で、定期的、一定期間で行われるものもあるが、中には不定期に長期間をその形で過ごす例がある。その場合、 この期間を含む寿命は非常に長くなる。例えば植物種子の中には条件が整えば半永久的な寿命を持つのではないかと考えられる。例が存在する植物種子は休眠個体であって決して卵ではない。同様にクマムシ、別名で蝶明虫、蝶ム虫はこの動物が特殊な休眠、クリプトビオシスの状態で数十年にわたって生き延びることが知られている。 同様の卵でない個体休眠は、眠りゆすりかやワムシでも知られている。大型動物ほど寿命が長いとの経験則があり、大型になるほど体重に比較して体表面の割合が小さくなり、体表面からのエネルギー損失が低くなる。このことにより、大型になるほど一日に必要なエネルギーを体重で割って得られる非対射率が低くなる傾向となる。 ルブナーの法則とは、限界寿命は、非対射率に逆比例することである。C を定数とすると知識で表される。哺乳類では、体重で10万倍、寿命で60倍の相違が認められるが、C の値の相違は小さい。霊長類と他の哺乳類と比較すると、霊長類の方が C の値が2倍、大きいところである。薬物摂取により、真に、 医学的に寿命を伸ばすということは難しいと考えられてきた。しかし、2009年の研究で抗生物質の一種であるラパマイシンにマウスの寿命を伸長させる作用があるとデータが得られ薬剤によってすでに高齢化している動物個体の寿命を伸長させることができることが分かった。また、低カロリーの接触は多くの動物の平均寿命等を伸ばすと言われている。 栄養の不足は、細胞中での DNA 修復の増加した状態を引き起こし、休眠状態を維持し、新陳代謝を減少させ、ゲノムの不安定性を減少させて、寿命の延長を示すと言われている。標高線から3000メートル程度の高知民族、世界三大長寿地域参照には、長寿が多く、また関心疾患や高血圧症の発生率が低い、ことが報告されている。 低酸素上喧嘩の運動で、グルコース酸化率の増加が認められた。低酸素上喧嘩では、ミトコンドリアによる、好奇的酸化が抑制され、グルコースの嫌気的分解が更新する。結果として、血糖値が低下し、インスリン分泌を抑制し、インスリン抵抗性が改善される。また、平成22年の日本の長寿県第一位は、男女とも、長野県である。なお、 1971年から1980年のデータで糖尿病患者と日本人一般の平均寿命を比べると男性で約10年、女性では約15年の寿命の短縮が認められた。このメカニズムとして高血糖が生体のタンパク質を非酵素的に透過させ、タンパク質本来の機能を損なうことによって障害が発生する。この透過反応による影響は 例えば血管の主要構成成分であるコラーゲンや水晶体タンパククリスタリンなど寿命の長いタンパク質ほど大きな影響を受ける。例えば白内障は老化によって引き起こされるが血糖が高い状況ではこの老化現象がより高度に進行することになる。同様のメカニズムにより動脈硬化や微小血管、障害も進行する。また、 糖化反応により生じたフリーラジカル等により、酸化ストレスも増大させる。村落単位で見た生活習慣では、労働が激しく、魚または大豆を十分にとり、野菜や海藻を多食する地域は、長寿村であり、米と塩の過剰摂取、魚の変色の見られる地域は、短命村が多いことが指摘される。平均寿命は、ある集団に生まれた人間が平均して何年。 生きられるかの期待値であり、0祭時の平均余命であるとも言える。具体的な計算法は、各年齢の人間の年間死亡率を求め、今年生まれた人間の人口が、この死亡率に従って毎年どれだけ死亡するかを求める。このシミュレーションで、それぞれの死亡した年齢を平均したものが、平均寿命となる。平均寿命は一般に、先進国の方が開発途上国より長いが、 これは発展途上国の新生児死亡率が先進国よりはるかに高いことが主な原因と考えられる。新生児死亡は死亡年齢の低さから平均値を大きく引き下げる働きがあるからである。また、戦争などで一時的に若者が多く死亡した場合、一時的に平均寿命が低くなる。若年層の死亡率がその時期だけ高くなり、 同じく平均を強く引き下げることによる。以下、風の世界保健報告発表による。最長の人間の寿命は、生物年月日が判明しているものでは、ジャンヌ・カルマンの122年164日が最長である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。